2月7日の松本市内での私の講演での発言について一言申し上げたいと存じます。私の発言に言葉が大変足りておりませんでしたゆえに、追加被爆線量年間1ミリシーベルトという長期目標を軽視しているかのような誤解を招いたとすれば、特に福島をはじめとする被災者の皆様に対して誠に申し訳なく、心からお詫びを申し上げたいと思います。被災された皆さんのお気持ちをしっかり受け止めて、年間1ミリシーベルトという長期目標を堅持し、引き続きその達成に向けて、政府一丸となって、除染のみならず、モニタリングや食品の安全管理、そしてリスクコミュニケーション等の対策を実施して、福島をはじめとする被災地の復興のために、全力を尽くす覚悟でございますので、どうかご理解のほどよろしくお願い申し上げます。今お詫びという形でご発言されますけれども、はい、発言自体を撤回するお考えはないんでしょうか。発言については本当に言葉足らずで誠に申し訳なかったと思っております。追加すば被爆線量年間1ミリシーベルトというのは、除染のみならずモニタリングや食品の安全管理、それからリスクコミュニケーションなどの総合的な施策を通じて、住民の方々が生活する中で目指すべき長期目標として政府として掲げたものと認識をしております。で、私の発言の趣旨は、がん発生率の増加について、100ミリシーベルト以下では科学的には確認されていないけれども、放線量における1000ミリシーベルトあたりのがん発生率が増加するリスクと同じ割合で、がん発生率が増加するリスクがあるということについて、ICRP が放射線防護上に想定しているということについて申し上げたもので、この点について誤解を招いたとしたら、大変申し訳なく思っております。私としては現地の皆様のお気持ちを受け止めつつ、除染をはじめとする対策をしっかり進めていくことで、責任を果たしてまいりたいと思っております。この件で水曜日に衆議院の予算委員会、細野議員から質問が、大臣答弁されてましたけれども、その別の発言の箇所で、ですね、今まで環境省というのはエコだなんだって言ってよかったですけれども、この震災から5年間、ずっと除染の仕事をやっていますという発言の部分について、細野議員に質問してくれました。その件に対して、答弁はなかったんですけれども、そこの認識を4回聞かせてください。私の発言が言葉足らずで、環境省の職員の皆様、また関係者の皆様に残念な思いを抱かせたとしたら、誠に申し訳ないと思っております。環境省の発足当初は大変人数も限られていて、その中で地球温暖化問題などの国際交渉など重要な環境問題に対応していたということは当然承知をしておりますが、とりわけ震災以降のこの5年間は、除染やあるいは中間貯蔵施設の建設などさらに困難な課題が増えてきて、若手の皆さんをはじめ、毎日深夜まで、深夜遅くまで大変な仕事に取り組んでいただいているということを申し上げたかったものでございます。こういう厳しい課題に向き合っておられる職員の皆様、また関係者の皆様に心から私は敬意を持っておりますし、また一緒に仕事ができることを誇りに思っております。今後も環境省が直面している課題は難しいものばかりでございますけれども、どの分野においても環境省自らが中心となって、他の省庁も世の中も巻き込んでいく気概を持って、粘り強く取り組んでいけば、必ず道は開けると信じておりますので、私も大臣としての職責を皆様と共にしっかり果たしてまいりたいと思っております。直接、福島の地元自治体などに、これについて説明をお願いしますでしょうか。はい、私自身の発言の後、まずすでに県知事に取り急ぎお電話申し上げました。また担当の局長や現地の事務所の幹部等からも、私自身からもですが、地元の首長さんに対してお電話等で言葉足らずであったということについてお詫びを申し上げております。また私の発言の真意についてもお伝えをさせていただいたところでございます。今後も福島の皆様方のお気持ちしっかり受け止めて対応してまいりたいと思います。日本テレビの森です。よろしくお願いします。冒頭の質問とちょっと関連するんですけれども、要するに発言は言葉が足らなかったと、それについては謝ると、そういうことでよろしいですか。撤回はされないということで。長期目標の年間1ミリシーベルトの設定の際に参考とされた ICRP の考え方というのは、
年間1から20ミリシーベルトの範囲の中で地域の汚染状況等に応じて設定すべきものであるということになっておりますというふうに私は理解をしております。でその中で長期目標を設定するにあたっては福島の方々の安全安心のためにさまざまな要素を総合的に判断をして最も厳しい値が設定をされたというふうに認識をしておりますので、いずれにしても福島の皆様の誤解を招いたとすれば言葉足らずで大変申し訳なかったと思っております。ISRP 勧告、1990年2007年の勧告私も知ってるんです。でそういう経緯でですね当時、20から1の間で、より厳しい1にしたという経緯もあるんですけれども、大臣がですね公園で発言したような何の科学的根拠もなくとか、あるいは誰にも相談せずにという部分は、仮にこのようにおっしゃったとすればですね、これ明らかに事実に誤りがあるわけですよね。その点についてですね、言葉が足らなかったっていう説明っていうのはどうなんでしょうか。発言にもし誤りがあればですね、これきちんと撤回をした上で、今おっしゃってる説明はその通りだと思うんですが、ご自身の発言のその撤回の部分というのはどういかがですか。仮に何の科学的根拠もなくと受け止められたのであれば、これは大変申し訳なかったと、言葉足らずであったというふうに思っております。あくまでも受け止め側の問題等です。国会での議論もですね、あるいは今日もそうなんですが、もし誤解を与えたとすればと、ずっとそういう言い回しを大臣されているわけなんですけれども、地元の方からするとですね、被災者の方に私も話聞きましたが、もし誤解をされたとしたらと、これは何だと責任を我々の方に置いているのかと、こういうふうに受け止める方もいるんですが、率直にその言葉が誤っていた、申し訳なかったと、こういう言い回しをするお考えではないということですか。ICRP の考え方のベースラインに1ミリシーベルトというのは長期的に目指す目標だということで、そのレンジの中にきちんと含まれておりますので、科学者の皆様方が議論した根拠に基づいているものだと思います。だから ICRP 勧告の話ではなくて、大臣のご自身のご発言について今お尋ねしているんですけれども、私の発言の趣旨はまさにこの科学者の皆様方の議論に基づいたものだということを申し上げたかったのでありまして、根拠がないという言い方は私は間違った言い方であっただろうと思います。大臣発言ですね、松本氏の話ですけど、本当申し訳ないですけど、これ突っ込みどころが満載すぎて何から聞いていいか分かんないぐらいあるんですけど、まず一つ聞きたいのは、反放射能派って言うと変ですけれども、どんだけ避けて心配だっていう人が世の中にいて、そういう人たちがわわわわ騒いでるというご趣旨の発言をそのまま今言いましたけど、反放射能派ってのはどういうことって方を指すんですか。私自分でこの前も会見で申し上げたんですけれども、ちょうど震災の直後にですね、放射能低線量被曝について大変前向きな方たちが私のところに押しかけてというか、おいでになられて、その自説を展開されて、私そのお話を伺って大変衝撃を受けまして、私も実はそんなことは考えたこともなかったのですが、世の中にはプロとアンチという言葉があるならば、プロ低線量被曝というお立場の方がおられるということを、その時に大変な衝撃を持って受け止めまして、この議論に関してはプロ放射能、アンチ放射能というと、放射能という言葉より低線量被曝の方が的確なんですけれども、というお立場の方がおられるということを認識として持ってまいりましたので、その自分の中の頭の構造の中で出た言葉でございます。で一方でそれは福島の方のことを指すわけではございませんで、一般的にそのリスクをどう取るかということを考えたときに、リスクというのは全くゼロの状態を選び取るというのは大変難しいことで、我々は何らかそのリスクをどう評価するか、リスクの性質であったり、その大きさであったり、頻度であったりというものを評価しながら、リスクをなるべく自分たちの今の環境にとって下げるように選び取っていくものだと思っておりますので、もしその非常に下げても下げても難しいというふうに私が申し上げたのは、リスクの全くない状態でなければ受け入れられないという方も中にいらっしゃるということをご指摘申し上げたくて言ったことでございます。反放射能派がわーわー騒いでるというと、一般に福島の人たちがそういうふうにということではないですね。
もう一つすみません、ちょっとメディアの人間としてお伺いしなければならないことがありましたね、はい、重戦 の、 報道された丸川大臣がニュースステーションでされたというようなお話の後にですね、このメディアっていうのは文句は言うけれども何も責任を取らないというようなご発言をされているんですけれども、じゃあ私たち今ここに集まっている記者たちも責任のない状態で質問したりいろいろ記事を書いたりすると思われますか。私の発言の趣旨はマスコミの皆さんの果たす重要な役割を否定するというような内容のものではない、その趣旨もございません。で、私もメディアにおりましたので国民の知る権利に奉仕するというマスコミの役割は大変重要だと思っております。で、報道を通じて客観的にな視点から問題提起をするということは非常にマスコミの重要な機能でございまして、これは効果的な批判というのは有益な、国民にとって有益なものだと考えています。私がもし別の意図で批判をしたというふうに捉えられたのでは、これはもう大変申し訳ないと思っております。政治家として対立陣営を貶めるためにね、この一民主義との問題なんかを引用する必要性がある、またそれをしていいと思いますか。私は対立する陣営を指摘するために申し上げたわけではございませんで、この講演はたまたまそういう場面でございましたけれども、私はさまざまなお考えがある中で今私たちが何と戦っているかということを申し上げたくて申し上げたまでで、1ミリシーベルトの基準が長期的な目標として間違っているということを申し上げたわけではありませんし、科学者の皆様が議論した中で出てきた一つの目安であるということについて、それを科学者の人たちが出した目安であるという意味において科学的な根拠があるということについて否定したものではありません。すみません、ちなみにの感じですけども、まあ、一民主義党の発言にはお伺いしたいんですけども、大臣先ほどから誤解を招いたら申し訳ないとおっしゃってるんですけども、はい、発言自体についてはですね、あまり誤解をしてなくてですね、報道されていることを言ったんだろうというふうに受け止めてますね。で、大臣がその誤解を招いて申し訳ないというのは、この発言を受けてさまざまな指摘問題が出たときにそれについてですね、誤解を招いて申し訳ないとおっしゃってます。発言自体は大臣これおっしゃったと大筋認めておりますけども、これは本心なんじゃないですか。大臣と内面にですね、その問題が波及したらば、その受け止めは受け止め側のせいで誤解にがあったらごめんなさいという話、じゃあ撤回したらいかがですかと言っても撤回はしないということで、この発言大臣実は本心じゃないですか。発言の趣旨が大変申し訳ないことに、私の言葉がこれ途中にすいません飛んでる言葉があるなと言われながら自分で思って思い返しているところでありますけれども、極めて説明不足であった部分があると思います。ですのできちんと私の思っていることが伝わらなかったという思いを持っておりますので、そのように申し上げております。人間というのは頭の中で思っていること以外は喋れないもので、もし大臣が本当に今日のですね、会見で冒頭おっしゃったようなことを本当に考えているのであればですね、この松本氏でのですね、発言もですね、そうなるはずなんですよね。多分これは大臣がずっと頭の中で考えていることだから言ってしまったんじゃないですか。誰かからこういうこと言ってくれって頼まれたわけじゃないですよね。いかがですか。特段私の発言について何かこういう発言してほしいという頼まれた経過はございません。大臣はリスクコミュニケーションの大切さを言いたかったんだと、まあ、おっしゃっています。でこのことを100歩譲って信じましょう。だとしたらですね、そのように言えばいい話であって、環境省の一つの大事な仕事やリスクコミュニケーションの大事さを目の前で言うという、まあ、あまり難しいことでないことについて大臣は言葉足らずなわけですね、はい、環境大臣として自らの資格をどう考えてますか。はい、私はこれからも福島の皆様の思いをしっかり受け止めて職責を果たしていきたいと考えております。信頼関係に裏切りはあったと思いますか。これからも努力を重ねてまいります。大臣の発言について信頼関係に裏切りはあったと考えておりますか。さまざまなご意見をいただいておりまして、私はこれからも丁寧にコミュニケーションを取らせていただきたいと思っております。信濃毎日新聞の鈴木と申します。ですね、先ほどまでちらっと大臣おっしゃったのは、根拠もなくというのは間違った発言だったと思っているという一言おっしゃったと思うんですけれども、まあ、ご説明されている通り、まあ、1ミリから20ミリという
範囲の中で一番厳しい1ミリというのを取ったという、まあ、国際機関の勧告があってということですので、何の根拠もなく当時の環境大臣が決めたというのは、まあ、そういう発言されているわけですけれども、それは間違いであったというふうにお認めになりますでしょうか。私が過去の経緯を確認した限りにおいては、5ミリシーベルトを面的除染の数字としてお出しになられた、あとその次に同じ会議体で議論されるときには、そのことについてはまさにその数字についてそのものについて議論されたという経過はございませんで、私はその過去の経過を踏まえてそのような印象を持って、ずっと来ておったわけでございます。もう一度聞きますね。除染の最終目標を今1ミリシーベルトと当時決めたわけですが、はい、それに科学的根拠がないというご認識というかですね、科学的根拠がないと発言されたわけですけれども、それは、誤りだったとお考えでしょうか。1から20ミリシーベルトというのが長期的に事故後回復を目指していくべき高速参考レベルであるというふうなことを ICRP はおっしゃっているわけでありまして、その中から1ミリシーベルトを決めるにあたってはまさに福島の皆様の安心安全に応える、その安心安全への思いに応えるということでお決めになったというふうに私も認識をさせていただいているところです。もう一度聞きます。1から20というふうに ICRP 言っているわけですよね。そこで1を取るということは必ずしもですね、おかしいことも何もないと思うんですけれども、はい、1という選択をして今環境省も地元の人たちも本陣を挙げて除染に取り組んでいるわけですが、除染の最終目標1に設定したことが科学的におかしいというふうな感じになっているんじゃないですか。長期目標としての年間1ミリシーベルトという数字は、政府として個人が受ける追加被曝線量の長期目標として、ICRP の考え方を踏まえて策定されたものであることは私も認識しておりますし、そういう議論をずっと積み重ねてまいりました。で、加えて年間1ミリシーベルトは市町村除染の実施にあたって線量調査を実施して除染実施計画を策定する地域の基準です。これは私はずっとこれからも守っていくということを申し上げておりますし、有識者からなる環境回復検討委員会、環境回復検討会です。この議論を踏まえて、また被災地の自治体等と議論を重ねる中で、より高い目標を掲げる観点から、1ミリシーベルト以上の地域については、面的な除染を実施することとしたというふうに理解をしております。気が回してないで、ちゃんと答えてください。はい、そのように思っております。ないということを、そうご発言されたことをですね、それは間違いであったというふうに今のご説明聞いてもそう思いますよ。だってきちっとレクを受けて学習されればですね、そうなんですから。だからここで発言したことはですね、やっぱり誤りであったと先ほどちらっとおっしゃいましたけれども、それははっきりそう確認させていただいてよろしいですね。ICRP という放射線防護の科学的に科学者の皆様が集まって議論された結論としてのこの1ミリシーベルトを否定するものではございませんで、それをもし否定したというふうに受け止められたのであれば、これは私が間違っていたと思います。言ってんです。誰にも相談しないでとおっしゃっていますが、はい、細野大臣、細野さんも予算委員会でおっしゃってましたけども、当時しっかり福島の人とコミュニケーションした中で、散々省内でも議論をして、それでこういうふうに決めたと。で、その誰にも相談しないでとおっしゃってる、前川大臣もおっしゃってるわけですが、それも、この部分も不適切だったとお考えでしょうか。福島の皆様と相談した、また福島の皆さんから、面的除染5ミリシーベルトという、その数字を発表され、公表された、あるいは資料に載ってたのを公表されたんだと思いますけれども、それを福島の皆様がご覧になって、その意見を環境省にお寄せになられて、そしてそれを細野大臣が受け止められたという経緯については、もちろんそれは福島の皆様とコミュニケーションを取ったという結果だろうと思っております。ということは、誰にも相談しないでという言葉は、
適切だったとお考えではありませんか。あの環境回復委員会で、すみません、環境回復検討会で、その後1ミリシーベルトという数字についてきちんと議論されたというふうに認識をしております。あれ、もう一度聞きます。誰にも相談しないとおっしゃったことについて不適切だとお考えではないでしょうか。あの福島の皆様と議論されたということ、あの議論という形だったのかどうかということについては、あの言葉が議論なのか相談なのかは別ですけれども、きちんと福島の皆様とあのコミュニケーションを取られたというふうに理解をしております。あ、すみません、ね、NHK を置いてさんで、ちょっと今の点なんですけどね、はい、あの科学的根拠がないという言い方と、誰も相談しないという部分なんですけども、はい、これ、今聞いてると、その撤回はしないけれども、はい、では仮にそういう発言があったら間違いだったと思うというご趣旨の発言なのか、はい、これは事実と認めて、撤回するという認識なのか、それどっちなのか。あの事実かどうかを最終的に確認する手段は今現時点で私は持っていないので、あのこういう言い方をしております。で、私の記憶ではそう発言したと記憶をしておりますので、そのように今申し上げております。曖昧だったという延長線上の話で、はい、あの事実として確認できないということと、私がその発言をしたという記憶は別ですので、私は今、根拠がないと言ったんだろうと思います。すいません、科学的という言葉がついてたかどうかは別ですけれども、言ったんだろうと思います。ついてます。すいません、あの私申し訳ありませんが、そういうふうにもし資料を持っておられるんだったらそうだと思いますけれども、それから説明ではないですね、相談もなくと言ったんだと思いますが、その点についてもすいません、今申し上げたように事実かどうかというのを確認する術は持ってないんですけれども、私はそういう言葉を言ったと思います。その上でも撤回するということはないということですか。あの私が科学的根拠がない、あるいは説明がないという言葉が、あの今私は申し上げた主張、今言ったようにそういう認識をした上で言ったことですので、その認識の上に立って申し上げたということをお伝えしております。すごい問題ですよ。何度もすごいと申し訳ないですけれども、はいはい、そうするとそういう根拠に基づいた認識を持った上で発言した内容については撤回はされないということでよろしいでしょうか。あの私の発言は、あの発言をしてしまっているものでありまして、この点についてはあの事実として確認されれば本当にあの、まあ、私はその言ったという記憶があるのでそうだと思いますけれども、大変申し訳なく思っております。申し訳ないと思っていらっしゃるかもしれないけど、撤回されないですね。あの事実関係を確認できましたら、それはあのその時点でまたお話をさせていただきたいと思います。現時点では撤回されない。現時点ではあの事実をきちんと確認できる術がもしあったら、あのきちんとしたいと思います。日経新聞さん、日経の談話です、はい、ちょっと確認なんですけども、はい、1ミリシーベルトの話、先ほど検事というお話ですけども、はい、これ仮にですね、福島県外の自治体からこういう要望があっても、はい、まあ、丸川大臣としては検事されるとどういう、いやいや、例えば僕、もうちょっと1ミリシーベルトを前に進めてやるとか、前に進めて下げてもいいと、下げて上げてもいいと、5ミリシーベルトの議論があるじゃないですか、はい、あのような要望があっても、これは堅持されるということでよろしいですか。あの1ミリシーベルト、長期的な目標ですので、あの長期的にこれからも私たち、努力を続けてまいります。努力を続けるというのは、つまりその今後その、そういうふうに地元からそういう要望があったとしても、まあ、丸川大臣としてはこれをずっと守り続けると、そういうことでよろしいですか。あのすいません、今これは仮定の議論ですのでちょっと申し上げられないと思います。はい、林田さん、重ねてますので手短にお願いします。日本テレビの森です。いや、先ほどですね、記憶の中ではその根拠がない、あるいは相談しなかったという発言をしたと大臣、今この場で初めてそれをおっしゃったと思うんですが、7日のですね、講演の翌日ですね、経産省の方でぶら下がりをやった時には、はい、自分の記憶の中ではそういう発言をした覚えはないとこれをおっしゃってます。でその次の日のですね、この場での閣議後会見でも自分の記憶ではそういう言葉は使ってないと明確に大臣、公の場でですね、2回ご自身の発言を否定されてますよね。でそれが今日この場でやっぱり発言していたというのは、これはどういうことなんでしょうか。記憶が蘇ってきたと、そういうことですか。
正直申し上げて、私自分が記憶してた言葉とそうでない言葉があるので、自分が記憶してた言葉についてはこの前の最初の会見でもお答えを申し上げているところでありまして、まさに曖昧な記憶であるということでございます。で、今ご指摘いただいた言葉についてはいろいろ皆さんからご指摘を受けている中で、皆さんの言葉の、いろいろご質問の言葉の中で重なっているところがあるので、おそらくこれは言ったのではないかというふうに認識をして申し上げている次第です。じゃあ、あくまでも今先ほど言ったと思いますけれども、はい、おそらく言ったんだろうと、そういうことでおっしゃっているということでよろしいですか。大変申し訳ないんですが、直後の記憶では間違いなく私はこれ言ったか言ってないかの極めて申し訳ない、実は本当にそうだったんです。いや、直後のですね、ぶら下がりの時に、はい、記憶が曖昧で覚えてませんという言い方だったら分かるんですが、あの場ではですね、大臣記憶の中では言ってないと記憶してますっておっしゃってます、はい、まさに本当にそう思ってます。言ってないと思ってた、はい、で皆様方から質問される言葉がほとんど重なっておりますので、ということは皆様は何がしかの記録に基づいておっしゃってるんだろうと推測をしております。これは別に大臣の上げ足を取るつもりは全くなくてですね、はいはい、その誠実さというところをですね、ちょっとみんなおそらく質問している記者も含めてそこをちょっと問うているところはあると思うんですが、はい、今もそのじゃあご発言したという記憶はないけれども、こういうふうに指摘されているのであれば、おそらくそう言ったんだろうと、そういう全く申し訳ないことに、私帰ってきた直後に自分が言ったことを反芻したんですが、私の記憶でそれが出てこなかったんですね。これは本当に正直に申し上げますけれども、翌日はまだその記憶に基づいて喋っておりました。で、皆様方から質問を受ける中で、複数の言葉が同じように重なって皆さんがおっしゃっておりますので、これはおそらく皆様が何がしかの記録に基づいておっしゃっているというふうに理解をいたしました。ということは、おそらく私はこれを言ったのであろうというふうな認識を今持っております。はい。先ほどの丸川大臣の、お答えの中でですね、反放射能派は騒いでいるという部分についての認識を問われた際に、当時その自説を展開されるような、プロの低線量被曝の方がおられるということに大変驚いたというふうにおっしゃってましたけれども、はい、プロの低線量被曝の方というのは一体どういった定義なんでしょう、どういう主張された方になるんでしょうか。プロというのはプロフェッショナルのプロではなくて、プロとアンチ、言えならば推進派賛成派とそれの逆の意味でのプロとアンチでございまして、まさに低線量被曝はむしろ体にいいというようなお考えを持った方が世の中にいらっしゃるようでありまして、その方たちが私のところにおいでになったお話になったということを申し上げた次第です。ちなみにアンチ、低線量被曝の方というのは、どのような、これはまさに低線量被曝は体に良くないという考えの方だと思います。はい、すみません、テレビ朝日の吉野です、はいはい、最後にちょっとお伺いしたいんですけど、はい、そのわずかもう1週間も経たない公演でのご自身の記憶が、ないと、曖昧であると、はい、今も曖昧なんですね、多分ね、きっとね、部分的に多分、はい、その政治っていうのはやっぱり言葉に責任を取れない人間は政治家をやるべきではないっていうのは、これは昔から言われてることなんですか。ご自身の政治家として大臣としての資質はどう思われますか。今回の件でもきちんと記録を取っておかなかったがゆえに、皆様にきちんとした言葉でご説明をできなかったことは大変申し訳ないと思っておりますし、自分で確かめる術がないというのも大変情けない話だと思っております。今後自分の発言についてはきちんと記録を取れるような体制を持って臨みたいと思っております。体制ではなく、ご自身の資質を聞いてるんです。どう思われますか。自分を政治家として、大臣として、こんな言葉に責任を取れない人間が大臣政治家としてどう自分の適性があるかって聞いてるんですよ。引き続きこれは自覚をして努力をしていきたいと思っております。住民の帰還に向けた、安全な放射線量の基準についてちょっとお聞きしたいんですけど、
ICRP の勧告で今の状況ですね、現存被爆状況においては1から20ミリの間のできるだけ下方に参考レベルを設けるというのが防護の考えであるんですが、帰還のための被爆線量の目標値については政府は今決めていない状況になります。でこれは原子力規制委員会の田中委員長もこの参考レベルというのはとても大事なことだとおっしゃっていました。で事故から5年ということで、これについて環境省が決めるというようなことはあるでしょうか。少なくとも除染の目標について、今2段階あって20ミリシーベルト以上のところについては20ミリシーベルト以下に下げるように除染を進めていくということは私たち申し上げておりまして、まずこの目標の実現に向けて、しかも期限を設定しておりますのでしっかり取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。